アトレ川崎は神奈川県川崎市川崎区の東日本旅客鉄道川崎駅構内に立地し株式会社アトレが運営する駅ビル。かつては株式会社川崎ステーションビルが川崎 BE の名称で運営していた。駅舎の建設工事費を地元の民間企業などが出資して負担する代わりに駅舎内に店舗などを設置して営業した民衆駅の一つとして 総工費約14.4億円のうち約4億円の寄付を集めて、鉄筋コンクリート作り地上5階、地下1階建てのビルを建設したのが始まりである。1958年12月1日に、駅ビル川崎として、地上3階から地下1階までが完成して一部が先行して開業した。百八十八年一月から、増改築工事のために一時休業し、 同年7月8日に、新装開業した後、施設名称を、川崎 b e に改称した。2012年には、3月29日に、駅の通路に面した3階と7.8階のレストランサービスフロアの新装開業に合わせて、現在のアトレ川崎へ、再度名称を変更し、同年8月から9月にかけても15店舗を、開店するなど改装が進められている。 出店テナントの詳細情報は公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。